はい、皆さんこんにちは、藤本です。さあ今日はですね、このペットシーツをビリビリにするから、このビタープルをこれ塗ってもいいんでしょうか、これについてお話しさせてもらおうかなと思いますね。もう普通にペットシートポイッと置いておくと、もう子犬ちゃんとか特にですよ、もうビリッビリにして、もうこんなんしてるみたいな、でそれパクパク食べてて、もう全然ペットシートどころかもうそれおもちゃになってますよ。だね、この時に本当にこの振ってもいいのかってことでね、今日お話しさせてもらいます。じゃあ本題に入る前にお知らせなんですけども、この YouTube の他にですね、ブログ、あと Instagram させてもらってます。ブログは僕の思いをお話しさせてもらっていたとか、 Instagram に関してはここ行こうっていう僕のお店の様子をアップさせてもらってます。下の概要欄からチェックできるんで、よかったらチェックしてみてください。じゃあ早速ね、そのまあシュッ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 とね、ビタープルたっぷりね振ってもいいんですかね。これ例えば子犬ちゃんなのにトイレをね、なかなかやっぱこう成功しにくいわけなんですよ。やっとできてきたけど最近すごくビリビリにするね。これでまた振るとね、そこ寄りつかなくなって失敗するんじゃないかっていうやっぱ心配ありますよね。結論から言うと、これは大丈夫です、大丈夫です。はい。もうね、振ってもらって全然問題ないんですよね。なぜかというと、要は、あれは近づいたら何かがあるわけではなくて、ペットシートに顔を近づけて、舐めたり噛んだりだとか、押した時に初めてあれっていうのは効果が出るんです。なので、普通におしっこする感じでは、全然ビタープルの効果って受けないんですよね。なので、振ったからといって、で、トイレに寄りつかない失敗がめっちゃ増えたっていうことはほとんどないはずです。はい。なのでもうぜひちゃんと振ってもらって、ビリビリにするっていうのを予防していただく。でまあやっぱどうしてもね、このそれでもやっぱ気になるんであれば、やっぱこのパチンと固めるやつですよね、まあそういったものをやっぱ変更していただくっていうのも大丈夫です。ただやっぱね、こう網になるとそこがやっぱ感触がね嫌でしなかったりとかしますよね。なのでそういう時は中をねパカッと、なんかあの縁はパカッカチャッとして、中がパカッと取るやつもありますからね、そういったものを選んでみてもいいのかなと思います。はい。でこのビタープルね、こう使う時なんですけど、実は2つだけポイントがあるんです。2つだけポイント、ペットシーズン使ってもいいんですが、いいんですが、あの使い方を間違えると、これ効果がねっていうよりかは飼い主さんとの関係がおかしくなっちゃうんです。なのでこの2つのポイントを抑えながらペットシーズン振ってほしいなと思いますので、ぜひ今日から実践していただきたいんですけども、この2つのポイントも頭に入れながらやってほしいかなと思います。では今日の宿題はこれです。はい。じゃあですね、今日はペットシーズンにね、こう振ってもいいですかってことなんですけども、振ってもいいです。はい。全然問題ないですね。じゃあこれ振るときに2つポイントがあります。2つポイント、まず1つ目、たっぷり振りましょう。たっぷり振った上で追加してください。どうしてもちょっと抜けがちになってくるんですよね。なので定期的に振っておく。はい。振っておく。どうしてもペットシートこう吸水しやすいんでね、ちょっとたっぷりめに振りつつ、何回も振ることじゃないと、抜けた時に、あ、今は噛めるわーって逆にこれがね楽しくなっちゃうんですよね。はい。でこれが1つ目。次、2つ目、振るときはワンちゃんが見てないところで振ってあげてください。賢いんですよね。見てるんです。あ、お母さんやりやがったな、お父さんやりやがったってなるわけなんですよ。なので誰がやったかわからないから、ビタープルというのは使い勝手がいいんですよね。なので誰がやったって犯人がわからないように、いないところでたっぷり振っておくっていうのをやってほしいかなと思います。なのでぜひこれね、使う場合は2つのポイントを押さえながら、ぜひベッドシートね、ビリビリしないように使っていただきたいと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。